皆さんこんにちは。落語家の笑福亭笑瓶さんが22日午前、急性大動脈解離のため死去しました。66歳だったようです。そこで今回は笑瓶さんについてまとめたいと思います。笑瓶さんは1980年大阪芸大芸術学部文芸学科卒業後、笑福亭鶴瓶さんに弟子入り、毎日放送、突然ガバチョ、ヤングタウン土曜日など関西の番組で活躍。1987年に東京に拠点を移し、日本テレビ系鶴ちゃんのプッツン5のウィッキーさん役、フジテレビ系モノマネ王座決定戦のサリーちゃんのよしこちゃんモノマネで人気を博しました。 TBS 噂の東京マガジンや医薬品のコンタックの CM でも親しまれました。また2015年12月にもゴルフのプレー中に急性大動脈解離を発症してドクターヘリで救急搬送され、約2週間入院していた過去もあります。当時のことをテレビ朝日系徹子の部屋に出演した際に、一時は遺言を残そうとしたほどの状態だったことを明かしました。笑瓶さんは徹子さんにその話を振られ、当日の様子を詳しく説明。昨年12月29日千葉県内のゴルフ場でお笑い芸人の神奈月さんと2015年の打ち納めのつもりで朝8時半にスタート。ところが途中でいきなり背中をパリパリっと割られるような激痛に襲われ、あ、死ぬんだと思ったと言います。あまりの痛みで金網にしがみついていたが、そんな痛みの中でも思いついて同伴プレイヤーの神奈月さんに、ごめん、最後の言葉やけど聞いてくれるかと遺言を託そうとしたと言います。しかし神奈月さんは、嫌です、死なない、死なない、生き続けます、笑瓶さん大丈夫です、頑張ってくださいと拒否しました。その時遠くの方でピーポーピーポーと音が聞こえてほっとしたと言います。番組ではあらかじめ収録した神奈月さんのコメント映像を流し、神奈月さんはその際の心境を、最後の言葉が俺でいいのかなとビビりました、電話して奥さんに聞いてもらおうかと、1ヶ月くらいして寿司をご馳走になりました、命の恩人ですからと説明しました。笑瓶さんはゴルフ場のコースに着陸したドクターヘリで緊急搬送され、手術はせず数日間の検査入院を経て退院、1月19日に仕事復帰しました。そんな笑瓶さんでしたが、死因となったのはまたもや急性大動脈解離だったのです。発症の原因は不明な点が多いが、高血圧など動脈硬化がリスクになっているといいます。発症年齢のピークは70代で、女性よりも男性に多く、夏場よりも冬場に発症しやすいことが分かっています。大動脈は心臓から全身に血液を送り出す動脈の本管、直径15から20ミリほどの人間の中で最も太い血管で、脳や腎臓、肝臓などの重要な臓器に栄養を運びます。この大動脈の壁の内膜と外膜に亀裂ができ、血管壁に血液が流れ込む状態が大動脈解離です。突然に解離が起こるのが急性動脈解離、徐々に解離が進行する場合は慢性動脈解離と呼ばれています。そんな笑瓶さんは家族に見守られながら旅立たれたといいます。では気になるのは残されたご家族についてですね。笑福亭笑瓶のお嫁さんについての調査結果は次の通りです。笑福亭笑瓶さんとお嫁さんは1984年に結婚されました。笑福亭笑瓶さんと奥さんの出会いは、笑福亭笑瓶さんが大学生の時だったそうですよ。ある喫茶店で笑福亭笑瓶さんが奥さんをナンパしたことがきっかけで知り合い、交際に発展しました。交際期間は10年だったとのこと。交際期間は堅実なんですね。66歳なので39歳の時に交際されていたそうですね。笑福亭笑瓶さんのお嫁さんについては興味深い結果となりましたね。以上、笑福亭笑瓶さんの家族、お嫁さんについての調査結果でした。次に笑福亭笑瓶さんの家族、子供、息子さんについてはどうでしょうか。詳しく調べてみました。笑福亭笑瓶さんの子供について調べてみると、息子がいるという噂がありました。しかしそれ以上の情報はなかったため、息子さんの名前や年齢、職業は不明です。
顔写真もなく、芸能界には入っていないようですね。また笑福亭笑瓶さんには孫もいるという話があることから、息子さんはすでに結婚しているのだと推測できますね。最近世間で大注目されている笑福亭笑瓶さんの家族についていろいろと調べてまとめました。世間的にかなり注目が集まっており、個人的にもすごく気になっていたことなので、今回笑福亭笑瓶さんの家族を調査したことで初めて知ったことがたくさんあり、さらに興味が深まりましたね。また笑瓶さんの突然の訃報に芸能界からも追悼の声が続々と寄せられましたので、一部をご紹介します。村上昌司さん、急なことでびっくりしたとしか言葉が見つかりません。明石家さんまファミリーとして食事会などで一緒になりました。そんな時も周囲に気遣いのできる人で、いつも盛り上げ役でした。ご冥福をお祈りいたします。狭間寛平さん、びっくりしてめちゃくちゃショックです。大阪ほんわかテレビのレギュラーで一緒だったので楽屋でよく話をしてました。前にゴルフ場で倒れた話を聞いてから、体に気をつけようなとお互いに言い合っていたので本当にショックです。月亭方正さん、いつもどの現場でも笑っておられた笑瓶さん、落語会でご一緒させていただいた時も出番前に笑うとけ笑うとけとおっしゃっておられました。いろいろとご教授いただきありがとうございました。ご冥福をお祈りします。山田邦子さん、わらちゃん天国行け絶対、天国天国、しょうちゃん天国行け。東国原秀夫さん、えマジか、驚いた、信じられない、仮に本当なら心からご冥福をお祈りいたします。その他にもネットでは驚いた、ご冥福をお祈りしますなど、笑福亭笑瓶さんの死を悼むファンの声が続々と広がっています。多くの人に愛されていたことがわかる笑瓶さん、そんな笑瓶さんのトレードマークといえば黄色いメガネですよね。1990年代からはダウンタウンの番組でゲストに多数出演、黄色のフレームのメガネをトレードマークに人気タレントとなっていきます。年下のダウンタウン浜田雅俊さんにメガネと呼ばれ、突っ込まれる関係性が特に人気となりました。ダウンタウンの番組では笑瓶瓶や笑福亭笑瓶という笑福亭笑瓶さんの鉄板ギャグも生まれました。現在はセルフレームのメガネが一般的ですが、笑福亭笑瓶さんが活躍し始めた当時は珍しかったようです。メガネをクイッと上げるギャグも持ちネタとして人気でした。ちなみに笑福亭笑瓶さんは仕事の時にはいつもメガネをかけているわけではありません。ラジオ収録などの様子の画像ではメガネなしの画像も多く見られます。メガネがある時はひょうきんなキャラクターが強調されますので、テレビではいつもかけていたのかもしれませんね。またダウンタウンと共演した際に棺桶の話になり、ダウンタウンの2人から芸人なら最後まで笑わせなあかん、笑福亭笑瓶は亡くなってもメガネをかけてなあかん、棺桶に入ってでもしといてくれと言われていたといいます。当時はただの笑い話でしたが、今回の訃報を聞きこの話を思い出した方も少なくはなかったでしょう。いかがだったでしょうか。多くの笑いを届けてくれた笑瓶さん、棺桶に入る時もぜひトレンドマークの黄色いメガネをかけていてほしいですね。天国でも楽しく笑っていることでしょう。ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。